はい、どうも。放送20代出張朝読みニュースでございます。はい、今日は、ビジターのニュースですけど、はい、何ですか？はい、そう、2020年にオリンピックがあるということで、うんうん、聖火ランナーが募集されてるんですよ、今。これ、なんか私たちが今までのオリンピックを見てきたのって、芸能人がなんかやってるとか、はいはい、こういうなんか国賓の方々がこう持って、ちょっと歩かれてるみたいな、うん、いうのをちょっと想像すると思うんですけど、一般人も参加 OK というか、なんか私たちもこう頑張ればいけるかもしれないみたいな感じでやってるみたいで、公募枠ってところが1万人あるらしくて、1人 200m、 だからそんなになんか大変じゃないというか、全然いけるやつ。こう募集の対象、すべての人って書いてありますけど、これは愛護とか、そういうロボット系は誰なんですか？これは企業スポンサーは多分そうですね。スポンサーっぽいですね。なんかボストンダイナミックみたいなやつですか？シャーンシャーンみたいな。話題にはなりそうです。話題にはなり、東京じゃない。東京じゃないのかな。多分、まあ、別枠だと思います。これはなんか人間で国籍があって、性別年齢があってみたいな感じなんで、人ですね。地域で活動している人を中心に選定ってことなんで、まあ、そういう地方創生とか。地域で活動している人じゃないと、やめたんですね。まあ、優先されるというか、そういうなんか町おこしを頑張っている人とか、そういったあの各都道府県を代表するような方だと行きやすいかもみたいな。なるほど。ってことは、これ国のあれってことは、地域で活動していますよっていうことをアピールする必要がある、この選考基準の文書に。なるほど。で、復興不屈の精神、日々の生活の中でも家族、仲間、同僚をお互い支え合って諦めずにどんな困難にも立ち向かう人。なるほど、まあ、なるほどね、走りたい？あんまり。なんかこれ見た時に思ったのが、あのボランティアの話ですごいなんか問題になってるんですか？あったね、桜みたいな。そう、桜もそうだし、なんかお金出ないのに大学生買い出せみたいな、オリンピックでね。あ、そうそうそう、でもこれも報酬出ないんだから、バイトっちゃバイトなのかな。そうだね。これはでもみんな喜んでやりたがるっていうのはちょっと僕はあんまりよくわかんないですけど、200m 走る出されるって思ってたんで。いやいや、それ以上ですよ。あ、それ以上。ああ、そうですね。だって 200m 先に自分の荷物を置いてってくれてるわけじゃないから、きっと。あ、なるほど。そういうこと、前後含めてって。そうってなったら、これ立派な仕事な気がするんですけど。そう、だから多分朝8時ぐらいに集まって、あ、じゃあ今日はこの感じでございますっていう、よろしくお願いしますって言って、ロッカーあちらですってなって、ロッカー着替えて、でそれで荷物はちょっとこれから預けて、でも来てくださいなって言って、でそれで、まあ、じゃあここですと、この待機しましょうって話になって、きついなって思って、そこの立ってるテントに、東京オリンピックって書いてあって、あ、東京オリンピックなんてテントはこういう、あのいつも鉄のやつなのかと思いながら、座ってて、でそれで、あ、準備ですって言って、走ると。1日こうする。そうですね、大体。これも立派な。でもやりたい人はやりたいんだ。そういう、走りましたってこう言えるから、そういう、ね、お思い出とか。あと、3月に始まって、各地をこう巡っていくみたいですよ。47都道府県、一応つなぐみたいですよ、その日を。あ、そうなんですね。でも僕、オリンピックはギリシャに返して、4年に1回ギリシャでやったりしたんですよ。みんなギリシャに集まる。そうそう、だってギリシャのものだから。まあまあ、そうだよね。そう、もうギリシャをやればいいじゃん。季節的にはギリシャいい気候ですかね。いい気候です。あ、じゃあギリシャにしましょう。でもギリシャにしましょう。乾燥してるし。そんな。そうそうそう。東京とかでやる必要は、暑いのか必ずしもないんじゃない。そうね。暑いのかやったらマラソン大変ですね。そう。狭いし。ね、結局、火は火で持ってくるよね。感じですね。はい。はい。というわけで。はい。皆さんもよかったら、聖火ランナーに応募して。応募してください。してください。一日高速だと思います。はい。ではでは。はい。